誰だ？気のせいか？すまないヤマンバギリよ。その頭の布を俺に貸してはくれないか？断る。これを使ってどうする気だ？子猫が泣いていてな。子猫？ああ、以前から本丸の周りをうろついているあいつか。ああ、ここ数日庭の方から鳴き声が聞こえてな。見ると木の上でその子猫が震えていた。手で救うことも試みたが、いかんせん警戒心が強くてな、したたかに噛みつかれてしまった。自分よりはるかに大きな奴に近寄られたんだ。怯えるのも無理ないだろう。ああ、そこでだ。お前の布で包んでやれば少しは警戒心も和らぐと思ったのだが。ダメだ。悪いが他を当たってくれ。そうか、ならば仕方がない。しかし、どうしたものか。朗報だぞ、ヤマンバギリ。先日話した木の上の猫だが、無事に木から降りられたようだ。へえ。数日続いていた鳴き声がパタリと止んでな。見るとあの子猫が庭を元気に駆け回っていた。おそらく親切な者が降ろしてやったのだろうなあ、ヤマンバギリ。そうな。うん？ヤマンバギリよ、その頭の布、少しばかり汚れていないか？本当か？あいつめ、派手に暴れるから。はあ、すまん。どうやら俺の見間違いのようだ。安心しろ、どこも汚れていないぞ。な、あんた釜をかけたのか？さてな。ともあれ、これで一件落着だな。その布、汚れやすいですね。外に出た後は特に汚れが目立つようです。外で汚れるのは当然だ。別にそれでいいと思っている。そうですか。カセンさんは見ているだけで洗いたくなるとぼやいてましたよ。それを聞いてはそのままにしづらいな。ではこれ以上布が汚れない方法を共に考えましょう。私の印象では畑仕事の跡が一番汚れているようです。土をいじるからだろう。それに汚れていれば、いや、何でもない。うん？とりあえず泥汚れを防ぐ方法を考えましょうか。おい、話がある。あんたが畑仕事用に作ったという俺の布のことだ。はい、何でしょう。あなたのために工夫を凝らしてみたのですが。一体どういうつもりだ、あの真っ黒い布は。汚れ切っている方がお似合いだと、そう言いたいのか？違います。汚れが目立つのであれば、いっそ黒ければ
気にならないと思っただけです。河川さんに墨汁を分けてもらって染めたのですよ。どうです、深みのあるいい色でしょう。はあ、そういうことか。変に勘ぐってすまない。ただ俺はあまり目立ちたくないな。気持ちだけもらっておく。そうですか、わかりました。では別の案をまた考えておきますね。ヤマンバギリ、ヤマンバギリ。なんだ、トンボ切りか。あまり近くで大声を出すな。あ、いや、声を特別張った意識はないが、ほうけていたな、ヤマンバギリ。近頃夜更けに出歩いている姿を見かけるが、何故あのような時刻まで散策を？あんたには関係ない。そうは言うが、夜更けまで散策して寝不足の体で戦場に出てみろ。たちまちに隙をつかれかねんぞ。それとも何か他に眠れない理由でもあるのか。自分でよければ相談に。いいから、俺のことは放っておいてくれ。ヤマンバギリ、いつにも増して固くなな様子だったな。何やら特別な事情がありそうだ。見たぞ、ヤマンバギリ。何をだ。毎晩菜の花畑へと赴き、景色を眺めていたのだな。あんた俺をつけていたのか。尾行のような真似をしてすまない。近頃貴殿が固くなに眠りたがらない理由が気になってな。しかし貴殿を追った先の景色を見て腑に落ちた。夜更けの菜の花畑があれほど良いものだとは。濃紺の空の下、黄金色の菜の花が揺れる空間はとても静謐で穏やかであったな。そうだ、夜のあそこは心地よく一人になれる場所なんだ。だから他の連中には。無論他言無用、承知している。だが時折自分が訪れることは許してくれないか。好きにしろ。元より俺が占有できる場所でもないからな。心遣い感謝する。玉の夜更かしも存外悪いものではないな。山吹かな、それとも金峰芸。いやいや、それはさすがに地味すぎるか。俺なんかにつきまとって何の用だ。ああすまない、本丸に彩りを加えるために近々花でも生けようと思ってね。どうせなら本丸にいるみんなを連想させるような草花を使おうと試作していたのさ。まあ惜しいのは使える草花が本丸周辺で摘めるものに限られてしまうことだけれど、だがどうにも花の選出に迷ってしまってね。特にヤマンバギリ、貴殿はどうにもつかみづらくて困るよ。俺の知ったことか。だとしたら俺を頭数から除けばいいだろう。そういうわけにはいかないな。思いつかないからと諦めては文系の名に傷がつく。そういうわけでもうしばらくはこうして貴殿を観察させてもらうよ。はあ、勝手にしてくれ。
朗報だヤマンバギリ、ついに貴殿を連想させる花が一つ思いついたぞ。興味がないと言ってもどうせあんたは語るんだろうな。よくわかっているじゃないか。では発表しよう。僕が思いついた花、それは拳だ。拳？それは本当に花の名なのか？おや、知らないのかい？早春になると枝いっぱいに咲き誇る白い花のことだよ。そそとした見た目ながらも近づくと高貴に香り立つ。不愛想ながらその実誰よりも誇り高い貴殿みたいだと。まああんたの見立てならいいんじゃないか。だがその拳とやらここでは見たことがないな。そうなんだ。せっかくひらめいたのに結局生け花には使えそうもないとはね。というわけだ。より良い案が思いつくまで引き続き貴殿を観察させてもらう。よろしく頼むよ。勘弁してくれ。なんだ、さっきからジロジロと。何か言いたいことがあるのか？あの、ずっと気になっていたのですが、戦の最中、視界が狭くて苦労しないのですか？ずいぶんくだらないことが気になるんだな。もう慣れている、それだけだ。ああ、やはり慣れですか。あんた、なんでそんなことが気になるんだ？布をまといながらの戦とはどのようなものなのか、君を見てから常々疑問に思っていまして。そこで先日、鍛錬の際に試してみたのです。結局、まともに刀を振るえず、散々な出来でしたが。試したって、頭から布をかぶったってことか。あんた何考えてるんだ？見よう見まねでなんとかと思ったのですが、やはり慣れないことはするものではありませんね。当たり前だ。これに懲りたら俺なんかの真似はよせ。いいな。おい、俺は見たぞ。あんたまた布をかぶって鍛錬していただろう。ああ、見られてしまいましたか。あれから鍛錬を重ねてようやく相手の気配に気づけるように。あんた本当に何考えてるんだ？もしかして俺をバカにしているのか？あんたみたいな刀が布をまとって戦う必要なんてどこにもないだろう。それは違います、ヤマンバギリ。君の戦いぶりを尊敬しているからこうして見習わせてもらっているのです。この本丸で戦果を上げる使命を負っている以上、学べるものは何でも学ぶ、そう決めましたから。現にこの鍛錬を通して君に備わる鋭い感覚と集中力が養えたように思えます。ありがとうございました。そうか。ああ、それともう一つ、私のことを評価してくださっているようですが、私は君を布で覆い隠すのはもったいないほど良い刀だと思っていますよ。おい、あんた、ふくらがナマズの音に似た流線形であることが名の由来だそうだな。はい、そうですよ。どうしたんですか、やぶから棒に。いや、
気になっただけだ。ナマズか。あ、そういえば鶴丸さんが散策に向かった先の川で大量のナマズを捕まえてきたそうですよ。食大切さんは料理せず川に返すつもりらしいですけど、ねえ山んば切さん、ナマズ食べてみたくないですか？いや、俺はナマズなど興味は。嘘ですね山んば切さん、本当はずっと捕まったナマズの行方が気になって仕方なかったんでしょう。でナマズから無意識に俺を連想して、気づいたら俺に名の由来を聞いてた。違いますか？よし、それじゃ食大切さんに頼んでみましょう。きっとなんだかんだ美味しく調理してくれるはずです。楽しみですね山んば切さん。俺ナマズって食べるの初めてなんですよ。はあ、どうしたものかな。いやー、美味しかったですねナマズ料理。思い切って食大切さんに頼んでよかったです。ああ、味に癖がないからいろんな料理に使えるんですね。天ぷらにつみれに。山んば切さんは何が好きでした？どれもうまかったんじゃないか。ですよね、俺も全部美味しく平らげました。中でも特に白焼きには感動させられましたね。同じナマズの名を持つものとしてしみじみしちゃいました。やっぱり過去なんか振り返らず、俺もますます頑張らないと。すみません、今回は俺の思いつきに付き合ってくれてありがとうございます。また一緒に美味しいものを食べましょうね。ナマズを食べたから次はヤマンバなんてどうです？やめておこう。ヤマンバを食ったところで、あんたのように考えに浸れそうにはないからな。ヤマンバギリさんってコマを回せる？それを聞いてどうする。実はナマズオ君と本丸内を散策していた時にコマを見つけたんだ。回そうと頑張ってみたんだけれど、思ったより難しくて。だからコマ回しが得意って噂のヤマンバギリさんにコツを教えてもらおうと思ったんだ。コマぐらい誰でも回せるだろう。もっと上手いやつに聞くといい。聞いてみたけど、みんなヤマンバギリが一番上手いって言っていたよ。昔お正月にコマ回しで主に褒められたんだよね。だからぜひヤマンバギリさんから教わりたいなって。引き下がる気はないのか。仕方ないな。まさか本当に受けてくれるなんて嬉しいな。ありがとうヤマンバギリさん。ヤマンバギリさん、何度もコマ回しの練習に付き合ってくれてありがとう。大したことはしていない。調子はどうなんだ？それが教えてもらった通りに投げたらうまく回せるようになったんだ。コマの投げ方にコツがあったんだね。そうか、これで俺もお役御免だな。え、そんなことを言わないでほしいな。回せるようにはなったけどすぐに倒れちゃうんだ。ヤマンバギリさんみたいに綺麗に長く回せるように回し方を研究させてくれないかな。あれはたまたまだ。あんたが期待するようなことは何もない。ううん、主に褒められたんだもの。
偶然じゃないよ。だからもう少しだけ僕に付き合ってほしいんだ。それも本気かどうか。仕方ないな。あと少しだけだぞ。ヤマンバギリ、お前はあの話を知っているか？あの話？何のことだ？やはりその様子では知らないようだな。実はこの本丸に近頃幽霊が出没しているらしい。幽霊？はっ、何かと思えばそのような。どうせ寝ぼけて草木を人影に見間違えたんだろうと俺も思っていた。だがこの幽霊、複数の目撃証言が寄せられていてな。目撃者の一人であるナマズを曰く、夜更けにクリアを全身白い幽霊が物色していたとのことだ。あいつ見ていたのか。ん？どうした、ヤマンバギリ。なんでもない、続けてくれ。ああ、それで目撃したナマズオやヒューガなどは得体の知れない霊にすっかり恐れをなしていてな。たとえ霊でもこの本丸の風紀を乱す輩は捨ておけん。そこで今夜クリアで待ち構えて撃退しようと思うんだが。待て、この剣俺に預からせてくれないか。ほう、お前がそのように申し出るとは珍しいな。では頼んだぞ、ヤマンバギリ。ヤマンバギリ、あれから見事幽霊を退治したそうだな。恩に着る。ああ、そんなこともあったな。お前が自ら退治を志願した時は我が耳を疑ったが、いや、見直したぞ。やはりお前も主に仕える刀として必要不可欠な勇は備えていたんだな。大げさだな。霊を一体追い払っただけだろ。そう卑下するな。幽霊におののいていた連中もようやく枕を高くして寝られると喜んでいたんだぞ。さしずめお前は皆の安眠を守った英雄と言えよう。もっと自信を誇るがいい。はあ、くだらないな。そもそも霊など恐れてどうする。言えているな。ともあれ本丸の風紀が守れて何よりだ。ヤマンバギリ、今回はお前の勇を買って手柄を譲ったが、再び幽霊が現れた時は必ず俺が退治してみせよう。ああ、そうしてくれ。しばらくは夜のクリアに立ち入らないでおくか。そういや、北側の塀が崩れかけてたんだったな。早いところ補修してやらねえと。へえ、そうか。あ、うん、なんだヤマンバギリ、お前が自分からシャレを言うなんて珍しいな。笑うな、ただの偶然だ。俺にそのような面白みなどない。気にすんな、会話がうっかりシャレになることくらいよくあるさ。俺もこの前ナマズオと話してた時につい刀が勝ったなって言っちまってな。いやー、あの時は顔から火が出るかと思ったぜ。俺に比べりゃお前のシャレはまだマシな方だと思うが。あんた、それで俺を励ましているつもりか。そう聞こえたか。俺の失敗談で少しでも励まされたんならよかったよ。
この前三日月の着物の合わせが逆になっててな。俺や一二トンボ切りで慌てて直したんだよ。あいつも着物ごときで騒がれるとは人気者だな。おいおい、またシャレか。やるな、ヤマンバギリ。実は狙って言ってるんじゃねえか。な、そんなわけあるか。悪い悪い。だがその言葉選びの妙はある意味才能だ。お前、自分の評価を少し改めてもいいんじゃないか。俺からしてみりゃ、お前は十分に面白みのあるやつだと思うぜ。いやー、楽しいものを見せてもらったぜ。こりゃ一つ俺からたんと謝礼を弾まないとだな。謝礼なら謝礼以外で頼む。お前、今のって。いや、なんでもない。忘れてくれ。ヤマンバギリ国広、お前はなぜいつも隠れている。本丸の一員として前に出るべきだろう。別に隠れているつもりはない。皆を押しのけてでもさらに前へ出ればいい。お前にはそれだけの価値がある。思ってもいないこと。お前が皆に黙って一人鍛錬しているのを知らないとでも思ったか。俺はお前のそういう熱心さに感心してな、もっと胸を張れと言いたくて声をかけたのだ。あんたに励まされる義理はない。俺はただ与えられた仕事をする、それだけだ。お前を褒めている俺に失礼ではないか。よし、俺が直々にお前に自信を持たせてやる。迷惑だ。俺に構うな。鬱陶しいぞ。どうしてそこまで俺に構う。お前に自分を認めさせるためだ。そろそろ自信がついてきたのではないか。一日中あんたに褒められることでか。俺も主に褒められるとそれだけで力が湧き誇らしく感じたものだ。それはあんただけだ。俺はあんたに褒められたところで何も変わらない。確かに俺と主の言葉では重みが違う。だが日々繰り返せば少なからず効果はあろう。逆だ。毎日無理に褒められていたたまれない気持ちになる。ふん、つまり褒め方にひねりがないと。それはすまぬ。明日からは日々違った視点からお前の魅力を称えよう。そういう問題ではない。最近足を運ぶ先々であんたを見るんだが、一体俺に何の用だ。お前に謝罪をしたくて話すきっかけを探していた。謝罪？あんたに謝られるようなことがあったか。戦場で勝手にお前の姿を借りていただろう。迷惑をかけてしまったかと思って。ああ、それならもう過ぎたことだ。気にしていない。しかしそのせいでお前とヤマンバギリ町議の仲が悪くなってしまったのであれば私の責任だろう。あいつとはもともとこんな調子だ。あんたが気にすることじゃない。そうか。では今後も擬態する必要があれば姿を借りてもいいだろうか。なぜそうなる。偽物くんの偽物くんだ
と騒がれるのはごめんだ。わかった。そうならないように気をつけよう。最近、皆にやたらとお礼を言われるんだが、あんた、俺の擬態をして余計なことをしていないか？ダメだっただろうか。お前の姿を借りて皆を手伝っていたんだ。手伝うのは勝手だが、なぜ俺の姿になる必要がある？新参者の私では皆も気を使うだろうし、擬態するならヤマンバギリの姿がいいと思った。それは所詮偽物だからという意味か？いや、皆の手伝いをするのに合っているだろう。お前はいつも人知れず努力している。そんな気持ちを私も学びたいと思った。なんだそれは、意味がわからない。現に擬態していても誰からも怪しまれなかった。真摯な働きぶりを当然だと思われているようだ。いや、それはそれで問題だ。やはり擬態はごめんだ。次からは別の誰かにしてくれ。ヤマンバギリ、俺たちがこれからも仲良く過ごすにあたり、一つ俺から提案があるんだが。聞くつもりはないぞ。あんたの提案がろくなものだった試しはないからな。待て待て、今回は真面目に考えたって。あのな、この後お礼や三日月と花見でもしないか？言うまでもなく却下だ。いやいや、俺はただお前ともっと仲を深めたくてだな。いらん世話を焼くな。そう言うなって。ああ、せっかく密貿に頼んでたんまり花見弁当を作ってもらったのにな。俺たちだけで食べきれるかどうか、ああ、もったいないよな。わかった、行けばいいんだろう。その代わり食べたら帰るからな。お、その言葉待ってました。よし、それじゃあ一丁宴としゃれ込むぞ、ヤマンバギリ。いやー、この間の宴は楽しかったな。どこがだ。何度も帰ろうとしたのに、あんたと来たら。ああ、何度も引き止めて悪かったって。またとないひとときをできるだけ長く過ごしたくてな。でだ、この前の楽しい楽しいひとときを受けて、もう一度頼みたいことがあるんだが。断る。どうせまた宴に参加しろとでも言うんだろう。一体何を考えているんだ。この前も言っただろう、俺はお前と仲を深めたいだけだ。本丸の中でもお前は特に壁を作りがちだからな。手っ取り早く壁を壊すには宴が一番だって思ってさ。それにお前がどう思ってるかは知らんが、俺はこの前の宴、ヤマンバギリがいたから結構楽しかったぞ。ま、そんなわけだからこれからも一丁仲良くやろうぜ。それでゆくゆくは畑仕事とか変わってもらえたらってのは冗談だからな。真に受けるなよ。わかってる。あんた、つくづく抜け目ないやつだな。
ねえヤマンバギリ君、今って暇かな？暇ならこの後新作の試食をお願いしたいんだけど。暇じゃない。試食なら他のやつに頼むんだな。愛も変わらずそっけないね。でも今日は諦めないよ。お願いだヤマンバギリ君、どうしても君じゃなくちゃダメなんだ。仕方ない、今回だけだ。分かったから、あまり詰め寄るな。でなんだその新作というのは。題して三ツ忠特製こぼれ知らずのきなこ餅だよ。餅にまぶすきなこの一部をあらかじめ練り込んでこぼさずに食べられるよう改良したんだ。で本当にきなこをこぼさずに、つまり衣服を汚さずに食べられるかを試したくて。ああ、そこで粗末な布をまとった俺で試したいと。それは確かに俺に似合いの務めだな。あ、待ってよヤマンバギリ君、君は何か勘違いを。前言撤回、俺は食わん。協力者は他で見つけるんだな。これは出直した方がいいかな。ごめんねヤマンバギリ君。あんたいつまで俺につきまとうつもりだ。言っただろ、きなこ餅の試食はしないと。しつこくてごめんね。でもやっぱりヤマンバギリ君じゃなきゃダメなんだ。どうせ粉汚れを確かめるのに布をまとった俺が都合がいいから。それは違うよ。僕が君に頼みたいのは何より君の率直さと真面目さを信頼しているからさ。君なら念を押さずとも僕への忌憚なく、なおかつちゃんと身になる意見を言ってくれると思ってるんだ。ああ、身になるってのが意外と重要だね。カラちゃんなんかはまずい、ダメだで終わりそうで。ああ、もうわかった、わかったから、さっさと餅を持ってこい。ヤマンバギリ君、勘違いするな。今回は根負けしただけだ。俺なんかの意見に期待するなよ。いや、本当に助かるよ。ありがとうヤマンバギリ君。そうと決まれば君のためにたくさんこしらえないとね。張り切りすぎだ。おい、あんた、さっきから俺を凝視しているが、何がそんなに気になるんだ？別に、大したことではない。そうか、ならいい。うん。なんだ、その目は。言いたいことでもあるのか？ただ眺められると笑われているようで居心地が悪い。布。うん？裾が汚れている。はあ、その程度のことならば早く言ってくれ。またか。あんた、また俺に言いたいことがあるのか。
裾はいつも通りだな。おい、どうした？おい、聞いているのか？あんたに限ってほうけていることはないんだろうが、さては俺を心の中で嘲笑っているのか？ん？何の話だ？な、本当に聞いてなかったのか？紛らわしいやつだ。偽物くんは相変わらずだね。この晴れた空の下、陰気な顔を晒すとは。俺に構うな。今はただ出陣先で見た黒田官兵衛のことを考えていただけだ。思うことはいろいろあるが、さすがの風情だった。あの頭の中でいくつもの知略を練っているんだろう。頭の中はいざ知らず、とにかく陰気に見えたけどね。仲間にとってはやりづらいことこの上ないだろう。ああ、もしかして偽物くんはおこがましくも天才軍師に何か近しさを感じたのかな。ま、周囲との距離が開かないように偽物くんも工夫するといいんじゃないかな。そうだな、そうしよう。おや、案外首相だな。何か思い至ることでもあったのか？この前冷え込んだ日があっただろう。何気なく寒いと言ったんだ。すると1時間後には長谷部に布団にくるまれ、隣で野源が薬を作り始めた。俺が陰気だから、きっと病でも患ったと思われたんだろう。それはまた違う話な気がするな。どうも嫌味が通じない。おや、また陰気な偽物くんがいる。それにいつもよりどうもまとう影が濃いような。どうせ俺は陰気だ。だから戦場でも俺の偽物にかき乱される。ああ、なるほど。戦場では俺の偽物は出なかったからな。偽物くんが二振り生じた方が不気味で恐ろしい。だからあれほど騒ぎになったのかもしれないね。そうか、俺は不気味か。なんだ、そこまで声を落とすことか。言っていただろう、陰気な仲間はやりづらいと。不気味の域まで達するといよいよ改めなくてはな。今度は軽い闇を深刻に受け止めすぎじゃないか。何なんだよ一体。ん？おや、今日の偽物くんは陰気ではないね。何か心境の変化でもあったのかな。改めて聚楽亭の出来事を思い返していた。難所はいろいろとあったが、なんとか乗り越えられた。お前とここで会えたのもちょうどいい。その終わったら話したいと言っただろう。ああ、言っていたな。それで？あれから考えたんだが、ふさわしい話題が見つからない。今交わしている軽口こそすでに話に当たるんじゃないのか。ごちゃごちゃと考える暇があったら今みたいな方が不気味じゃなくていい。今みたいなとは
どんなだ？多少堂々としていた方がいいということかな。ふん、そうか。たまにはお前と話をしてみるのもいいかもな。誰だ？気のせいか？